あいみと、いおと、まやでーす。はい、今日は、はい、なんですか。あれなんだね、いおには企画知らされてないんですね。そうなんですよ。ちなみに、いおはもう入って結構経つけど、どうですか、まやとあいみとは結構企画やってる？でも、あいさんとはあんまりやってないです。ね、そんな気がした。いいよ、何回かね、飲んだりしてるの。はい、うん、私初めて一緒に飲んだ時はベロベロ潰れましたで、まやちゃんの時も潰れました。そうだね、はい失礼いたしましたということで、本日なんですけども、はい、ちょっと編集日言いづらいんですけど、今日の企画名が私服がダサいと指摘されているよ先輩たちが変身してみて企画です喜んでいいんですか。いや、まあ、そうね、改善されるんで。でもうちイオの私服ダサいって思ったことないんだけど、ギャルって感じだよね。この間その私がバーって言われてたやつがあるんですけど、うん、マジでダサかったんですよ。普段私こういう格好が好きで、シンプルやけどなんかギャルっぽい感じ、はい、ギャルっぽい感じが好きで、ナッツのギャルみたいな感じがちょっと苦手。ああ、なるほど。じゃああれですね、本日はあいみとまーやで姉ギャルにするっていう、はい、企画ですねギャルギャルにお願いします。ちょっと心苦しいんですが、来てるコメントこちらが読ませていただきます、はい、ねえ、いおちゃん、キャスケット斜めに被るのはちょっとわらわら、ね、それ見たいおちゃん、なんかどっか中学生の私服感、それめちゃくちゃいいね、多かったやつですよね。でもさ、やっぱちゃんと見てるんだね視聴者の人たちね。いおちゃん、アニギャルの媒体としてもうちょい頑張ってほしい。やめこ、いおちゃんは小物の組み合わせがごちゃごちゃ、みんなの服装好きなんやけど、いおちゃんだけ浮いてる、可愛いのにもったいない、服装とメイク変えたらもっと良くなると思う。いおって持ってるものとかはさ、可愛いしいいもの持ってるじゃん、多分合わせ方だと思うんだよね。個人的な意見として、うんうんうん、大阪の方たちってハイブラ着てるイメージあるなと思う。わかるわかるわかる。なんかあんまりその H&M とか ZARA とかあんま着ないイメージ、うんうん、多いと思います。はい、ということで本日の企画はあいみと私まーやがイオのお洋服をプロデュースしていっちゃいたいと思います。お願いしますそれではどうぞ。はい、ということで今日のファッションチェックをしてとのことだったのであゆみと私でイオの本日のね、はい、私服をファッションチェックしていこうと思うんだけど、え、マジですよね。はい、え、はい、マジですよね。え、今日はまだ マシじゃないですか。マシってか、なんかいつものイオって感じ、うん、いつもの感じイオってあのさ、体結構グラマラスじゃん。おっぱいあるし、でウエストキューって感じで、だからなんかもうちょいシンプルなお洋服でも、うん、着こなせると思う。あいみはどうですか、正直な一目見て。あいみは着ないです。まあ、も似合わない。多分ブランドブランドブランドだから、なんかそこも多分関西の人の特徴なのかな、うん、ハイブラ合わせ。いやでも確かに、めっちゃ多いです。足し算足し算なのかな、引き算ができないのかもしれないです。はい、ということで今日はまやちゃんとあいみで2体ずついおちゃんに着させる洋服を持ってきたので、お願いします。今から変身します。はい、変身します。はい、ということで私が持ってきた1体目のコーデがこんな感じです。後ろもめっちゃセクシーね、似合う、かわいい、かわいいです。なんかイオは普段結構色物とか、はい、こうロゴがバーンみたいな服が多いイメージだったから、なんか黒のねイメージがなかったから、ちょっと着てほしいなと思って、この黒白でまとめたシンプルだけど、いい、またちょっとこう癖のある感じのお洋服を持ってきました。お昼のランチとかでもね良さそう。なんかどのシーンにも着ていけそうかな。はい、じゃあ続いてはあゆみにプロデュースしてもらいたいと思います。はい、ということであゆみが持ってきた1着目はこんな感じです。
普段の歩みの服ですね。確かに身長が多分似てたんで、足を長くしたいようなスタイルが好きかなと思って。好きです、めちゃくちゃ。あのめちゃくちゃハイウエストのパンツにちょっとショートの、あのこういうトップス。かわいいです、めっちゃかわいいです。やっぱシンプルな洋服も全然合う。こういう服装でもしたかったんですよ、ずっと。でも合わせ方が分かんなくて。あー、もう普段って感じのコーデとなっております。ではまあやちゃんの2着目に行きたいと思います。はい、ということで2体目、私が持ってきたコーデはこんな感じです。かわいい、はい、で、あの1体目が結構あのモノトーンな感じだったから、うん、2体目はこうワンピで色物を着てもらいたいなと思って。めっちゃかわいいんですけど。そう、もっとイオがあのスタイルがねめっちゃいいから、こういうタイトなワンピ着てほしいなっていうのと、カジュアルな合わせ方、そうだからこういうのも似合うと思うよって感じで、めっちゃかわいいです。いっぱいこういう服装したいです。見せてくださいよ、どんどん。いや、これ買い取ります。はい、ということで最後はあゆみのターンです。お願いします。はい、ということであゆみの2体目着てもらいました。ほんまに自分ではしない服装です。なんかこれは海外の人がやってそうな、うんうん、なんかこれでアイみたいに結んでサングラス上げて、上げた方がいいですよね。お、上げた方が可愛い。これでサングラスしたらめちゃくちゃいいです。こういうのにスニーカー合わすっていう発想も私にはなかったんで。で、何合わせます？これやったらサンダル。頭が終わった。頭が慣れちゃってるよ。以上、4コーデでした。はい、まえちゃんとあゆみちゃんに4コーデ組んでもらいました。ありがとうございます。なんか嬉しかったです。楽しかった、なんか楽しかったです。自分に合わんって思ってた服とか、なんか普段着ない服で、あ、合うんだとか、可愛いって言ってもらって嬉しかったから、ちょっと挑戦してみます。今日も動画を見てくれてありがとうございます。いいなと思ったらグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。お願いします。せーの、バイバーイ。